はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日も聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きからやっていきたいと思います。というわけで前回ですね、ザンビエさんにザンビエされてきたんですけども、で今回ですね、アイテム、クラスチェンジに必要なアイテムが、3つ揃いましたんで、いよいよねクラス3にクラスチェンジしていきたいと思います。で一応ね、前回の引きでだいたい知ってる方はわかると思うんですけれども、クラスチェンジさせる方向は決まっております。まずね、崩壊選手は、ワンダラーにしていきたいと思います。サポート型のクラスでね、ローグの方だと割とね、この専用アビリティのスナッチャーが強いんですけど、まあ、とりあえずね、こちらですね、ワンダラーにしていきたいと思います。スーファミで、最初出た時はね、ワンダラーなんてさせようとも思わなかったんですけど、まあね、ちょっとそういうやってないところに手出したいなっていう欲求がありまして、ワンダラーにしていきたいと思います。次はリースですね。リース。さ、クラスチェンジできるかやってみましょう。リースもクラスチェンジはできますよ。知ってますよ。クラスチェンジします。でこれ二つですね。まあ、アタッカー寄りと、まあ、完全に補助寄りですね。で、まあ、どちらかというとやはりこちらの方がいいかなと思うんですけど、ドラゴンマスターも捨てがたいは捨てがたいんですけどね。はいはい、こういう感じでね、専用アビリティもだいぶ変わってます。こういう感じですね。で、とりあえずねフェニルナイトにしていきます。がっつり補助してもらいましょう。普通に戦いに行く格好じゃないんですよね。はい、誰がクラスチェンジするの？で最後デュランですね。さあクラスチェンジできるかやってみましょう。ソードマスターとデュエリストってことになってます。で、まあ、攻撃型のクラスとテクニカルな攻撃型クラスということでね、バランスがいいのはソードマスターなんですけど、まあ、今回はデュエリストということでやっていきたいと思います。こんな感じになってますね。武器の性能が 15% アップって結構やばいっすよね。はい、はい、こんな感じですね。まあ多分総合力的にはソードマスターが強いなって気もするんですけど、まあ、デュエリストにします。まあ、デュエリストっつうか、蛮族ですよね、蛮族。どこからその骨持ってきたんだっていうのを被ってますからね。はい、というわけで無事にねクラスチェンジが終了しました。で、ここから先行くところは、前回言った通り木の真珠ですね、ワンダーの樹海というところに向かっていきたいと思います。いやもうね、前回ザンビエでねだいぶ苦戦し
あんな2回ですかね、死ぬとは思わなかったんでね、ちょっと悔しいんですけども、まあパワーアップした我々であればね、次負けることはないでしょうから、やったりましょうって感じですね。ランプバナの森の奥にこんな樹海が広がっているとはな。どんなモンスターが生息してるのか楽しみだぜ。はい、というわけで、ランプバナの奥地ですね、ワンダーの樹海にやってまいりました。で、とりあえずね、金もないんで彼女らからね、物を買うのを諦めて先進みたいと思います。で、ここ割と面白いギミックというかね、ステージがこういう感じなんですよ。横スクロールみたいになるんですよ。なんでね、アクションゲームをね、アクションゲームとか言ってる場合じゃなかったですね。まあ、こうやって奥行ったりね、いろいろできるんで、まあ、こういう作りになってる関係上、こうマップがね表示されないんですよ。なんでね、見落としがないように頑張っていくしかないですね。頑張ってね、頑張ってよ、2回言うの大事だからですからね。はい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 、ちょっと待って、こういうことで、はい、上に、これ今クラス3になってるじゃないですか。クラス3になってるとアイテムがね、最終的に強いやつ、種、ハテナハテナじゃないですけど、虹色の種だっけかな、からね、アイテムを回収するって形になってきます。ここ何もないかな、何もないね、何もなし。よしよし、行くぞ、奥に行くぞ。敵が道を塞いだか、すぐに倒して先に進むぞ。というわけでいきなり敵が、おお、バラの前、こういう技です。反対攻撃ですね。反対攻撃は下攻撃機械の多分あれかな、ミラン君だけかな。必殺技が命中してよかったです。まあ、必ず殺す技だからね。まあ、それは命中してもらえば困るわ。はい、砲弾層っていうのが結構したところですね。なかなか恐ろしいですね。砲弾の BB ってなんだろう。あ、なんかちょっと感じましたね。敵が油断したか、というわけ感じる。これだ。高い。俺一人でも十分だったな。十分だったね。アイテムくれ、アイテム、アイテムください。いただきます。で、サボテン君はここにいますので忘れずに仲間にしましょう。たまに経験値3倍ではね、早く欲しいですね。まあ、たまに2倍になるのもついてるんですけどね。よいしょ。はい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 、くそ、はい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 。ちょっと重ねないで、ちょっと注意不足。はい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 、俺たちは強くなっている。いやいや、敵の必殺技にかぶっちゃってあれなんですけど、任せろ。さっきのがデュラン君の必殺技です。また横スクロールなんですよ。こうやって奥へ、ね、奥に行けるんで、忘れずにアイテムを取りましょうね。で、奥がここは行けないので、よいしょ。あれ、手前から、あ、行ける行ける。手前から行ってか、仲間が強いのよ。全然ダメージ食らわないでしょ。リースどこからそっち行った。こういうことですね。
あの迂回できます。はい、私今の今まで知りませんでしたね。何回かやってるはずなんだけどな。おかしいな、サボテン君がね、なんかどっかにいた気がするんですよね、この横スクロールのところで。気のせいかな。あ、メガクローラーですね。戦闘開始だ、協力して倒すぞ。痛い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 。これでずるいて、ずるいて、ずるいて、毒の中入るのはずるいて。やるな、注意不足。注意不足。はい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 。相手が悪かったらしい。ルナティック当たって。はい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 。痛い。ここだ。そうそう、封じて、どんどん封じて。それが、それがリースさんの力だから。やってくれよ、頼むよ。あーで、これなんだっけ。ん、こっち側ってなんだっけ。え、なにここ、何もないんじゃん。敵が道を塞いだか。すぐに倒して先に進むぞ。帝国を貫く戦争。痛い痛い。戦闘機の手だぜ。戦闘機行きます。注意不足。どうぞ。シールドを剥がさせてくれ。はいはい。避けてみな。ローラー。そろそろそろ。ナイスナイス。いいよいいよ。いいよいいよ。仕事できるじゃん。仕事できるじゃん。さらに戦いのコツをつかんだぜ。あれ？ここなんだ？これ。何もないよね。あれ？なんだろう。なんだろう。まあいいや。帰ります。じゃあ先だな。先に進むしかないな。で、こやつらをどうす。私が倒します。はい、広すぎんだよね。はい、広すぎんだよ。シールドも負けんだな、また。ここだ。狙われてる。やっぱ挑発、挑発できるから違うな。どうだ。危ない危ない危ない。いやいやいや、マジ狙われてる、マジ狙われてる。ちょっと勘弁してくれよ。油断したクローラー、うっとしいね、うっとしいね、クローラーさん。死なないで、ホークアイ、死なないで。せっかくダメージ引きつけてんのに。やるな、やるなじゃなくて、勝ち続けなくていいからさ、倒してくれ、敵を倒してくれ。はい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 。蹴られません。数が減ったらほっともない。注意不足、相手が悪かったね。よしよし、注意不足。いやいやいや、ちょっと待って、ここだ。ちょっとこんなきつかったっけ、だろう。はい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 。数だな、もう数がきついっすね。はい、よしよし。何を取られてしまいました。先を急ぎましょう。はい、先に急ぎます。もう一回横スクロールになるんですね。今までここ入ってたら、あ、入ってないんだ。おーい、おーい、や
めてくれよ、操作効かなくなったやん今。ちょっと待って、そんなに難しい話じゃないはず。妖怪落ちないでくれよ。D の引きが、D ボタンの引きが、D ボタンの引きが悪い。よし、あーやっといった。やっといったよ。しょうもねえ。これだけだっけ。必ず行かなきゃいけなかったんだ。はいはい、なるほどね。もう一回行きます。よしゴリ押し。結構分かれてるんですけど、何のためにこれ分かれてたか忘れちゃったっすね。なんか遠回りと近道だったかな。なんかいろいろあった気がするんですけどね。とりあえずあの星の導きには従わずこちら行ってみましょう。あ、いたサボテンくんいたわ。やっぱりいたか。この木とかやばくないですか。めちゃくちゃゆらゆらしてるけど、え、こんな揺れてたっけ。ちょっと生きてるな。生きてるな、ちゃんとこいつら。こういうキノコか。すげえな、この森は。気をつけな。すぐに叩き切ってやろうぜ。はい、はい、どうだい。ここだ。はい これだ。次の目的地に急ごう。アイテムいただきます。崩壊結構 MP 消費多いな。まあよろしから上か。また横スクロールになるんでしょうか。なるね。ダメこれ。きついな。そうだっけ、そんなんだっけ。もっと慎重に行こう。奥行きがね、分かりづらいんだけど、この辺かな。危ない。あ、そうだ、ここで分岐するんだ。上と下で、確かこっちが近道なんだよな。こっちに行くとあそこ広くなってるじゃないですか。あれがボスのところなんですよ。で反対側下から行くと、このマップでいうこの下の方から行くんですけど、帰りはじゃあ下通っていきましょうか。
ボス戦は力を貯めたまま行きましょう。木の真珠が出てきますね。あ、かぼちゃです。こいつのデザイン割と好きなんですよね。音楽が落ちたという真珠か。もっとおっかないイメージだったよ。で、このなんか生えてんじゃないですか。こいつらね、倒さないとどんどん増えてくるんですよ。大変な増えるんですかな。どれぐらい増えるんだかちょっと忘れちゃいましたけど、ちょっとね、気がついた時に倒していかないと、はい、倒していかないと結構大変なんですよ。間違えた、扇風機やっちゃう。癖でこの扇風機を使っちゃう。おいさっさっ、おかい、真相になってる。体がもろい、体がもろいで捕まらない。やめません。おい、回復してーな、自分のこと。アイテムを使っても消費しないっていう能力があるんですよ。注意不足行けば崩壊ね。回復してもらいたいところなんですけど、はい、注意不足。いや、こんな勝てるわけよ。まさかまた死んでるやん。崩壊、何やってんの。遊んでんじゃないのか。ちょっともう一度だ。はい、こいつで。いや、ちょっと遅いって使うのが注意不足。アキレスティンガー、これ相手に刺さるですね。確かに注意不足。こいつが残ってるとこうやって。お願いします。そうだよ。こいつが生き残ってるときにキルスティンガーとかね、ウルト都合がばっかり起きるんで、ね、なるべく倒したくて。これだ。様子見してた。自分のちょっと回復してえな。半端にはつかないですから。綺麗だ。注意不足。おーい、また死んでる。頼みますよ。諦めません。はい、よいしょ。
起こしてくれ。全然こう敵の能力ダウンさせてくんねえよな。せっかくさ、カクターの付け根ちゃんだから取ってこうぜ。全然やべえ。お願いします。どうだ、まずいな。おいおい、いやまずいなこれじゃなくて、回復してって。だから自分のことを、マインドダウンもやっとくか。マインドダウン、マインドダウン入ってる向こうに。どうだ、やめな。さあこいつで、はいはい、ちょっと今のは守りが弱えな。そうだよ、ダメージでかい、持ってるダメージでかい。はい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 、こいつどこだ、おいおい、みんな頼むよ。よし終わり。ふう、アイテムいっぱい使っちゃった。まあいっか、okay。 はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。次回はどうしようかな。今まで倒したのが何でしたっけ、土と水と火とこれで木ですね。で4体かで半分になったんで、次回は折り返し地点ということで、折り返し一発目はそうだな、光の神獣倒しに行きましょうかね。光の神獣もなかなか活かしたデザインしてますんでね、楽しみにしていただければと思います。では、最後にね、神獣を倒した感想を聞きながらお別れしたいと思います。撃破した神獣はこれで4体になったな。あと4体、やっと半分倒したね。ようやく折り返し地点ですね。気を引き締め直して次に行きましょう。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はこの光の古代遺跡で光の神獣と戦うというところでやっていきたいと思います。ここまで語りは私高2でお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは次回まで、さようなら、バイバーイ。